おはようございます。今日は2月15日です。はい、朝の5時でございます。頑張りました。 Vlog も終わりまして帰ります。いやー、あれちょっと雨降ってたのかな。いや頑張ったよ、頑張った頑張った。眠い、もうフラフラです。もう帰ってね、とりあえず仮眠取りたいと思います。はい、復活しました。ちょっとね、雨が降ってまして風も結構強いです。でね、買い出し行きます。ずっと買い出し行かなきゃって言ってて結局行けてないので行きます。いやー、今日はですね、なんだかんだですね、10時半ぐらいに起きて、でそっからまたねちょっとゴロゴロしてまして、でようやく12時ぐらいに、ね、動き出すみたいな。まあまあまあ、今日はね、一応あの月曜日だから定休日ですから、はい、ゆっくりしていいんですよ。はい、食材をね、結構買ってきたんですけども、マスカルポーネが売ってなくて、ちょうど売り切れだったんで、もう一軒スーパー寄ってそれから戻ろうと思います。そっか、売ってるわけないじゃんマスカルポーネなんて。だってバレンタインで終わったばっかだもん。絶対なんかお菓子作りとかでさ、マスカルポーネ使うじゃん。だから売り切れだったんだ。じゃあもう一軒行ったって手に入らないって。この辺はもうないです絶対。じゃあ帰ります。そりゃないよね。そうだわ。これ何だと思いますか。はい、このソニーのカメラの後ろのね、 HDMI とか USB のケーブルが刺さるところにこれ本当はついてて、こうやって離れない。あ、またどっか行っちゃったよ。こうやって独立して、こうやって離れてることはありません。ただね、これね、ちぎれちゃうんだよ必ず。前のカメラでもそうだった。今回も結局ちぎれました。で、戻ってきまして、ない、コーヒー買ってきました。はい、コーヒー買ってきました。とりあえず私は昨夜っていうか朝です、ネットカフェでねノートの記事を書いておりまして、でそれまだ下書き状態なのね。書き終わったけど、アップしてくれよかったじゃんって思うでしょ。いや、アップね、できないかったんですよ。というのはですね、こう写真、この記事のこう一番上にね、ヘッダーの部分にね、写真を貼るんだけど、写真がなかったわけ、素材が。だからその撮影をします。これをね、今5冊目で書いてて、で3冊目っていうのは何かっていうと、ちょっと後ろ失礼しますね。これだ、ドン、これです。これの撮影をしてヘッダーを作ればアップできます。それやろう。で現在3時ということで、この後ね5時からオンラインレッスンです。眠い今一番眠い。ちょっと仮眠取ろっかな。これはちょっとね、ちょっと仮眠取ろっかな。これ撮影してアップしてね、めっちゃ眠いんですよ今。よし、でちょっとアングルとかいろいろ試してみよう。そもそもこれサイズが結構限られてた気がする、ノートのやつって。なんか前もやった時なんかすっごいなんかもう横長のこんなやつでさ、このヘッダーの部分ですよね、写真サイズ。一旦試しになんか適当なやつ置いてみるか。あ、はいはいはい、あ割とでも大丈夫か。
はいはいはい、ここは大丈夫か。マガジンの方か、なんかすっごい細くなってるやつ。よし、どうだ、これで。間違えた、こっちです。ちょっとね、いいんだけど少しね気になる点がありますね。 PDF が載せられないんでスクリーンショットしたんですよ。そしたら画質がすごく悪くて、この解説のなんか資料みたいなやつをさ書いたんだけど、そうね、やっぱこの画質がちょっとな。 MacBook Air のさ画面のもう表示のなんていうの、サイズの限界みたいなのあるよね。あ、まだいいね、シャープですね。投稿できた。で、これの撮影もしておきます。これまだ書いてる途中なの。これはね、おすすめ教則本のボリューム5です。で、4も昨夜ちゃんともう下書き全部書いてあるんで、ヘッダーさえ作っちゃえばアップできます。ヘッダーを作ろう。そっか、MacBook Air でこういう記事書くと、スクリーンショットしてる部分がダメかもね。これがヘッダーだったらまずいっすよね。OK でしょう。じゃあ買ってきたものの中でヨーグルトがありまして、例のやつ、水を落とすやつね。これ早くやっとかないといけないんで時間かかりますから、前回ね5時間ぐらいやった方がいいってことは分かったんで、ちょっと長めにねやりましょう。これは明日の Vlog です。これお吸い物とかさ、味噌汁とかさ、すげえ充実してた実は。中華スープ、これね、さらに快適になったね。あそこが知らんかったよ。はい、オンラインレッスンやっていきます。ちょっと仮眠取りました。復活したよ。お、こんにちは。なんか4弦どう、4弦薬指はなんだろう、なんかが足んない感じはあるね。でもあー、そうそうそう、その濁った感じが欲しいです。はい、本日は終了です。まあ今日は最後にね、このヨーグルトのサワークリームをいつものように作って終わりたいと思います。これ常にあった方がいいです。今日はね野菜も買ってきましたから、サラダスティックやるためにね。今回もかなり長めにやりました。5時前からやってるから、まあ4時間半ぐらいかな、十分でしょう。はい、これはね長めにやった方がいい。ヨーグルトがこう硬い方がねサワークリームっぽい。このヨーグルトの水分もね飲みます。これ完全に飲むヨーグルトだから。で、朝食の卵もねここに冷やしてあります。いやー、今日は今日でなんとなくこうのんびりしてたような感じもありますが、結構ねはかどったよ。あれ、はいはいはい、これねクレイジーソルト、そして一番大事なのはこのディルウィードです。気持ちね、タイムとかパセリ、バジル、全然これね、気持ち程度で、今日ね、夕方かな、ケイちゃんから連絡が来まして、ちょっとレコーディングお願いしますって言ってたもう一曲の方がですね、あんまり進んでないらしい、遅れてるらしいということで、データがね、届いておりません。ということは今夜もしくは明日やろうと思っていた録音が少し遅れるというわけですね。で、明日の夜にはみたいな感じの言い方してたんだ。明日中には送りますみたいな。で、そうなってくると時間ないんだよね。こっちが予定してた、録音っていうのは今夜と、明日
なんで、じゃあいつやんのっていう感じになるんですけども、これまた例によってね、納期がかなり危なくてですね、もしかしたらどっかで徹夜でやるとか、なんかそういうパターンになっちゃうかもしれない。結構怖い。あ、今回もかなり固めですね。ガチガチです。いいっすね。もうちょいウィルウィル。これ追加で買ってあるから大丈夫。いっぱい入れて大丈夫。このディルウィードの香りはですね、フレッシュな感じのこのなんかね、爽やかな香りがサワークリームっぽさをね演出してるわけですよ。これが一番重要です。だってヨーグルトだもん。これただもうちょい入れたいけど、一旦ここまでにしようかな。今日は寝かしたら雰囲気変わるかもしれない。よし、じゃあ今日はこの辺で終わります。果たして録音するタイミングはいつになるのか、そして間に合うのかどうか、ちょっと心配です。このタイミングで楽曲が届いてないっていうのはね、危ねえなあ。まあ無理すれば間に合うと思うよ、そりゃ。ただ夜中にね、寝ないで作業するとかってなるべくこうやりたくないというか、まあ昨夜やっといて何言ってんのって感じかもしんないけど、本当にこう徹夜みたいな状態って普段からやるべきことではないので、たまにね、なんか無茶するとかがいいっていうか、本当はやらない方がいいじゃん絶対。今回も久しぶりにこうね、徹夜でカフェでやるみたいなさ作業しましたけど、できたらね普通になんていうか平和な時間にね作業したいじゃないですか。そうなってほしい。はい、というわけで、じゃあ今日はこの辺で終わりたいと思います。お疲れ様でした。また明日。